巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。はっ！あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話
橋を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。みんな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカラネスクが出発地となる。それから、エレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトララル、オルオボザド、エルドジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。というわけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない、本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そう来なくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。ち、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ、一緒に可愛い子を捕まえよう。終わったな。次だ。あれは救援要請、急行します。ハンジさん、頼みます。分かったよ。面倒なことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。討伐完了。かかってよ。拠点の設営ができたぞ。
い兵長、助かります。ハンジさん、頭こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。あっ、よっと、やるよ。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか、頼むよ。始末してやる。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。だっせ、ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ、あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。始末してやる。だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎですか。次だ。拠点の設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。うん、あの子も排除でいいや。よし、これで拠点を設営できた。拠点は頼んだ。分隊長、全ての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。やるよ。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。せっ、片付けよう。やるよ。
装備を使って捕獲するんだ。始末してやる。見計らって確実に捕獲するんだ。相手になるよ。すごいじゃないか。グッドさん、次だ。やるよ。連れて帰るからね。分隊長、落ち着いていきましょう。立て直せるか。どうも。さて、次はどんな子に会えるかな。てめえの巨人への執念だけは見習うべきかもしれねえな。片付けよう。こんなありがとう。始末してやる。ハンジ、いい加減にしろ。バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。このまま、さよっと、そうだ。くそ、相手になるよ。やるよ。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。ハンジのやつ、新兵のことなんか見ちゃいねえな。すいません、リヴァイ兵長、もう少しだけ分隊長にお付き合いください。片付けよう。おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。いける。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。次だと。あのクソになれ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができる。落とした。ほら、してやる。わかったよ。
この作戦は終わりにするぞ。捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。始末してやる。ワイルドな新兵がいたものだ。ハクさん、任せます。分かったよ兵長。頼みます。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろっか。すごい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。巨人が本当に活動を停止するのか、個体差があるのかも検証したいね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨
巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。分隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。